はい、学部2年の赤髪です。今日は、BCS 理論、 BCS 規定状態を目指しての第4回ということで、個数演算子と、対の生成消滅演算子の交換関係を見ていきたいと思います。資料に関しましては概要欄の方に僕のホームページのリンクが貼ってあると思うので、そちらの方に飛んでもらって、そちらから資料を、ダウンロードして、まあ、手元に置いて一緒に見てもらうといいのかなと思います。で、早速個数演算子と消滅対の生成消滅演算子の、交換関係を見る前に、まずはじめに、ここイコールやるんですね、ABC っていうのを何かしら演算子とした時の A と B の積の演算子の積と何か別の演算子の交換関係ってどうだったかなっていうのを復習しておきたいと思います。まず、交換関係の定義でバラすと ABC-CAB ってなりますね。で、そこでここに、次のような -ACB+ACB っていうものを入れます。これっていうのは、ここにも書いてあると思うんですけど、まあ、0を足しているようなものですね。0足しても何も変わらないので、まあ、この変換は OK だろうと。で、左の2項と右の2項で見てあげると、で A でくくる、 B でくくるっていうのをしてあげると、まあ、次のようになります。で、ここの括弧の中身見てもらいたいんですけど、ここって交換関係の定義でばらした形と同じになっていますよね。なので、ここの部分は B と C の交換関係、そして、ここの部分は A と C の交換関係っていうふうに書くことができます。このようにして A と B っていう演算子の積と C の交換関係っていうのは、次のような交換関係2つ使った形で書くことができます。では次に、この今作った公式、今復習した公式を使って、個数演算子、そして、対の生成消滅演算子の交換関係を見ていきたいと思います。はい、では個数演算子と対の生成演算子の交換関係を見ていきたいと思います。まずはじめに、個数演算子ですが、個数演算子というのは、1電子の生成演算子と消滅演算子の積で表すことができます。ですので、個数演算子の定義でばらすと次のように書くことができます。で、これ演算子と演算子の積の形とまた別の演算子の交換関係になっていると思うんですけど、これ先ほど見てみたこれと同じ形になってますよね。それをじゃあ使ってみようってことで使った先が、こちらになります。で、まあ、交換関係2つ出てくるんですけど、2個目の交換関係、1電子の生成演算子と対の生成演算子の交換関係ですが、これって、前回の動画でやったんですけど、実は0になるんですね。なので、1項目しか残らないっていうことになります。で、1項目の交換関係定義でばらす と、これもこの交換関係自体も前回の動画でやったので、もしよろしければまた確認していただけたらと思います。はい、前回やった結果を使うと次のようになります。で、分配法則を使ってばらしてあげると次のようになります。ここでこの赤の矢印で書いてあるこの2つの演算子について場所を入れ替えます。で、場所を入れ替える代わりに、符号がマイナスからプラスになりますよっていうふうに変形したのが次のようになります。で、生成演算子と生成演算子、生成演算子と生成演算子っていうふうに出てくるんですけど、これっていうのはよいしょ、対の生成演算子で置き換えることができるので、結果としてよいしょ、個数演算子と対の生成演算子っていうのは、対の生成演算子、量子状態は違うんですけど、生成演算子とクロネッカンデルタを使って次のように書き表すことができます。はい、では最後に個数演算子と対の消滅演算子の交換関係を見ていきたいと思います。
先ほどと同じように個数演算子の定義、これでしたね、を使って、書き換えてあげると次のように書けますと。でこれっていうのは、今回の動画の一番最初のところで示した、これですね、演算子の積と演算子の交換関係を使ってばらしてあげるってことができるので、ばらしてあげると次のようになります。交換関係2つ出てきたわけですけど、この交換関係、前のナンバー3の動画で、やったものなので、まあ、もしよろしければそちらを見返していただけると、これを詳しく説明している様子がわかると思うんですけど、それによりますと、まず、一電子の消滅演算子と対の消滅演算子の交換関係というのはゼロになりますよっていう結果が得られています。なので、第1項目っていうのもここで落ちますね。でじゃあ第2項目のこの交換関係っていうのは、次のようにちょっと長いですが次のように書くことができます。はい。で、分配法則使って括弧をばらしてあげると次のように書くことができます。ここで、ここの第1個目の1個目と2個目の、演算子に着目してほしいんですけど、ここの入れ替えをしますっていう時に入れ替えたのでマイナスがつきますよというふうにしてあげると次のように書くことができます。で、ここの配列、C、K シグマと K ダッシュと上向きっていうところが、これっていうのは対の消滅演算子の定義を使ってあげると次のように書くことができます。こちらも同じように、対の消滅演算子で書くことができるので、結果として、個数演算子と対の消滅演算子の交換関係っていうのは対の消滅演算子とクロネッカーのデルタを使って次のように書くことができました。はい。今回は、個数演算子と対の生成演算子、消滅演算子の交換関係を見てきました。チャンネル登録、いいね、そしてコメント等をお待ちしています。ありがとうございました。